今回は今日のね16時、まあ、4時にダウンタイムがあって、ついにシーズンが変わるらしいよね、フォートナイト OG に。だから、まあ、次のシーズンのバトルパスとか、まあ、追加されるスキンとか武器とか乗り物とかマップとかワンタイム関係のやつとか大会とか、なんかもうめっちゃめちゃ情報が出たから、まあ紹介していこうかなって思います。まあ、もしかしたら何個か抜けてるやつがあるかもしんないけど、まあほぼ全部まとめてきたんでね。最初はね、なんともうね、来シーズンのバトルパスの画像が公開されてるっていう。まあ、まずバトルパス自体はこんな感じっぽいね。そしてバトルパスの気になるページはこんな感じになってるみたい。まあ、見てもらったら分かる通り、なんとね、レネゲードレイダーとリンクスが合体したスキンと、あとオメガとラグナロクだっけ、まあ、合体したスキン、あとはレッドナイトとあとアイスキングが合体したスキン、あとはピーリーとあのアイスのスキンが合体したスキンがバトルパススキンとして登場することが確定したみたい。そしてね、来シーズンはもう1ヶ月しかないってことが確定したんだけど、なんといつもみたいに100レベルまでのアイテムが来るんじゃなくて、半分の50までしかアイテムが登場しないみたいだ。今までなかったんじゃないかな、50しか登場しないっていうの。そしてもちろんちゃんと無料で 300V-Bucks はゲットできるみたいだね。で、気になる値段なんだけど、まだ安くなるっていう情報はないから、もしかしたらいつも通りの値段で販売されるかもしれない。俺は半額になっていいと思うけどね。950円で50はちょっと少ない気がするもんね。そして次はね、来シーズンの登場するスキンたちがもう公開されてて、まずはね、昨日運営がこんなね動画を公開したっていう。まあ、来シーズンの情報がめっちゃ詰まってたと思うんだけど、この動画に映ってるこのラマのスキンが来シーズンね登場することが確定したね。これも多分何かのリミックススキンよね。これ何なんだろう、ラマは関係してそうだけど。で、次は一番最初に運営が投稿した動画の、まあ、トレーラーのやつに映ってたこのレイヴンとピンクマが合体したスキンも登場するみたい。これワンチャンバトルパススキンとかになったりするんかな、まだ情報はないけど。そして来シーズンのスターターパックだね。まあそれがこのマグマのラブレンジャー、燃えてる、まあ、600V-Bucksとスキンとツルハシとバッグがついて、まあ、値上げされて550円で購入できるやつだ。これも多分シーズンが変わって、まあ、1週間か2週間ぐらい経った時に食っとも。あとは運営がね、最初の方に投稿してたティザーを集めて一つの画像ができるんだけど、その画像に映り込んでるこの謎のスキンだね。まあ、まだ何か分かってないけど、まあ、こいつも来るっぽい。まあ、来シーズン登場するのが確定してるスキンとかバトルパスって言ったらまあこんな感じっぽいね。まあ、結構さ、来シーズンは何かのリミックススキンが来るっぽいから、まあ、楽しみ。そしてね、次は来シーズンコラボする作品っていうのがもうね公開されたっていう。それがなんとね、多分第2弾になるのかな、ストレンジャーシングスとのコラボが開催されるみたいだね。ストレンジャーシングスって確かデモゴルゴンとかのやつよね。あれが来るっぽい。そしてコラボスキンにスティーブ・ハリントンと
イレブンって方が登場するみたいだね。俺は全く分かんないんだけど、なんかストレンジャーシングスとのコラボが開催されるっぽい。だから多分ね、いつ頃にコラボが来るか分かんないんだけど、多分デモゴルゴンとかもついに再販されるんじゃないかな、多分ね。あとね、おまけにあと一つ新スキンが来るっぽくて、クリスタルのフォートナイト OG の新スキンが来るっぽいね。そして次はね、武器を紹介していこうかなと思うんだけど、トレーラーとかティザーを見たら分かる通り、ポンプショットガンとかタクティカルショットガンとかアサルトライフルとかが帰ってくるね。そしてそれと一緒に、そういうね、チャプター1の頃に登場してた昔の武器たちも戻ってくるみたい。まあいろいろあったね。ロケランとかさ、ヘビスナとかハンドキャノン、ハンティングとかめちゃめちゃあったから、まあ、まとめて昔の武器が来るっぽい。そして次はね、200何日ぶりぐらいに救援物資が帰ってくるっぽいね。最近はなかったもんね、救援物資。そしてなんとね、前までリーク情報で武器のモデルがチャプター1の頃に戻るって言われてたと思うんだけど、それはね、戻んない可能性が高いみたい。まあ、なんでかっていうと、運営がね、いろいろとね、トレーラー映像を出してって思うんだけど、その中に映ってる武器たちのモデルが今のまんまっていう、チャプター1の頃のモデルじゃないっていう、だから変更されない可能性が高いみたいだね。だからワンチャンさ、武器の銃声とかどうなんだろうね。銃声も変わんないのかな、まあ、わかんないけど、まあ、武器のモデルは戻んない可能性が高いみたい。なんか運営さ、ティザーとさ違う感じになるってこともあっから、なんとも言えんけどね。で次はなんとね、これもめちゃめちゃ久しぶりにトラップ系も戻ってくるっぽいね。まあ今確定してるトラップは2つあって、まあこの一番ね有名なトラップ、針が出る、そしてトラップ版のタレットも登場するみたいだね。トラップ自体いつぶりなんだろうね。なんか時々バウンサーが帰ったりしてくっけど、まあ多分この2つがあるから、まあ、焚き火とかジャンパとかバウンサーとかも来ると思うし、楽しみだね。そしてね、次はね、マジでね、めちゃめちゃね嬉しい情報があったからもう紹介したいんだけど、なんとね、名前はねちょっとね覚えてないんやけど、期間限定モードのキャッチだっけみたいなモードのデータがね更新されたため、近いうちに復活する可能性があるっぽい。まあ、武器がなくて投げる系のやつしかないとか、そういう感じだったっけな、マジで覚えてないけど。だからもしかしたら来シーズンはいろんな期間限定モードが返ってくるかもね。今のところこれしかデータの更新がなかったっぽいんだけど。で次はね、戻ってくる乗り物がめちゃめちゃあるんだけど、なんとね、まあ、チャプター1の頃に登場してたショッピングカートとかドリフトボードとかボーラーとか飛行機とか、あとゴルフカートとか、そういう乗り物がねほぼ全部帰ってくるっぽいね。もうドリフトボードとボーラーとか全然見なかったもんね最近。そしてね、乗り物って言ったらね、ロボットが気になったもんだけど、ロボットが帰ってくるっていう情報は今んところないっぽい。けどロボット以外の乗り物って多分ほぼ全部来るんよね、チャプター1に登場したやつは。だからワンチャン来るんじゃないかな。でここからはね、もう来シーズンのマップが公開されたから、まあ、それも紹介するんだけど、まあ、トレーラーにもねちょこ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 映ってっか、みんな知ってると思うんやけど、チャプター1の頃のマップが帰ってくるっぽいね。まあ、シーズンが変わってすぐにチャプター1のマップになっていくかどうかわかんないんやけど、まあ、チャプター1のマップは来シーズンで戻ってくるのが確定したね。そしてね、なんと来シーズンのマップはね途中で変化するようになってるっぽい。まあ、やっぱりマップもね、多分チャプター1の別のシーズンのマップになるってことなんかな、もうわかんないんやけど、なんかマップもね変化するっぽい。そしてなんとね、シーズンの後半にマップ上に隕石とか、あとゼロポイントが出現するようになるっぽい。
まあ、今出てるマップの情報といったらまあこんな感じなんじゃないかな。そして次はね、気になるね、ワンタイムイベント関係なんだけど、来シーズンってね、1ヶ月で終了すると思うんやけど、その終了する12月3日にワンタイムイベントがあるっぽい。そしてワンタイムイベントが終わったら、まあ、ほぼ半日ダウンタイム、まあブラックホールが出てできなくなって、そしてそのイベントが終わったら来シーズンになるっぽいね。まあ、ほぼタピオカ現象が起こるっぽいね。またなんかブラックホールが最終的に関わってくるっぽい。そしてなんとね、チャプター1の頃ってワンタイムイベントは別にね、なんかミニイベントみたいなやつがちょくちょくあったんよね。例えばキューブが水の中に入って広がってくみたいな、そういう系のミニイベントが来シーズンもあるっぽい。まあイベント系はこんな感じなんじゃないかな。ワンチャンね、ライブ系のイベントとかもある可能性もある。なんか運営が今開発中らしいから。そして11月と12月はなんかイベントに一切困んないみたいに言ってたから、もしかしたらライブ系のイベントもある可能性もある。で次はね、まあ、トレーラー見た方は分かったもんやけど、来シーズンもダッシュとかスライディングとかよじ登りとかそういう系のやつはね、消えないでそのまま残るっぽいね。個人的になくてもいいと思うんだけどね。そしてチャプター5になったらそういうのの新しいのも来るっぽいし、まあそれも楽しみだね。そして次はね、ちょっとやばいのがあって、トレーラー見たら分かる通りね、リブート版が初期のリブート版なんよね。まあ、昔はリブートされてすぐに裂け目で復活するんじゃなくて、なんかニョキって出てきたんよ。その初期のリブート版が登場するっぽいね。まあ、復活の仕方がどうなるかは分かんないけど。そしてなんとね、来シーズンはグラフィックがチャプター1の頃に戻るかどうかっていうのはまだ分かってないっぽい。そして昔フォートナイトって HP とかの UI って真ん中にあったりしたんやけど、なんと来シーズンは真ん中に来る、まあ、チャプター1の頃に戻るっていうのはないっぽくて、まあ、今のまんまの UI になるっぽいね。そして最後に来シーズンの競技系を紹介しようかなって思うんだけど、なんと来シーズンはちゃんと今まで通りランクシステムはあるっぽい。ランクがリセットされるかどうかは多分わかんないけど、まあ多分リセットされるっしょ。そしてね、スクワットのゼロビルドの大会とかがあったりするっぽいね。どうなんだろう、スクワットのさ、ランクゼロビルドが来るかわかんないけど、まあ大会はあるっぽい。そしてなんとね、ストリーマーが関わってくる大会っていうのが帰ってくるっぽいね。まあ昔もね、こういうね、ストリーマーが関わってくる大会っていうのがあって、まあ例えば、ツルハシフレンジーのやつとか、マグマパニックのやつとか、ミシックゴールドフィッシュが使える。あとは、フリントノックのエキソチックのやつが使える大会とかね、そういうね、ストリーマー関係の大会っていうのがあったんだけど、そういうのがね、また戻ってくるっぽいね。めちゃめちゃ楽しみよな。まあ大体来シーズンの確定してる情報って言ったらまあこんな感じっぽい。もう今確定してる情報を見るだけで超楽しみよな。バトルパススキンもさ、全部リミックスでちゃんとかっこいいし。まあこういうのが今日のね、夕方の16時からダウンタイムがあって、そのダウンタイムが終わった後に始まるっぽい。まあ多分今日中にできるだろうし、楽しみだね。Just go and execute.